こんばんは、到着でございます。ちょっとね、久しぶりになりましたが、あの、ちょっといろいろと本業が忙しくってという感じなんですけれども、まあ、無事ね、爆、爆、え、損、ー、じゃないですね、ジャクソンホール。あのー、終わったんじゃないかなと思いまして、まあ、こっからね、反転してくるんじゃなかろうかなとは思ってるんですけどね、ちょっとどうなんでしょうね、というところでございますが、まあ、個人的に、えー、っと、まあ、注目してるのは、やっぱり、 うん、マザーズというか、うん、グロースのところがね、これからちょっとどうなってくるかでところでございますが、はい。えー、っと、まあちょっと久しぶりにね、なってしまったのですが、えー、っと、まぁ酸素関連、ちょっと見てね、いきたいと思います。まあまずね、えー、っと、やはりフィールズではなかろうかと思います。フィールズね、うん。 結構いい感じにね、ガツガツ上がっていってましたよね。ここ。うん、ただやっぱりね、うん、こうなってくるかなと思いました。で、個人的にね、もう長期の分は全然売ってないんです。何もしてないんですけど、短期分はね、ちょっと一時期やられてたんですけど、ここでなんとか利確をこなして、で、ちょっと一部の、 ね、残してたんですよ。そしたら、ちょっとね、そしたら、今、含み損って感じで難品でやってるんですけれども。まあ、おそらく2500、このぐらいまでタッチしてきてって感じはあるんですけどね。うん。で、受給状況で今ちょっとマーテてい状況の方がね、メンテナンスで見えないんですけれども、まあ、相変わらずね、ちょっと、えっ、ー、と、改ざんは溜まってきてますというところではございますかね。はい。で、えっ、ー、と、あとは、 カラオネットで見ると、えっ、ー、と、期間の方はね、うん。まあ相変わらず増えてる感じですね。うん。まあこのあたり、ミリルリンチもね、入ってきてるという形で結構ね、増えてきてますね。うん。まあこれがね、あのー、揚げの材料になってくれたらいいんです、いいかなと思うんですけれども。うん。 まあ、チャート的には、まあ、個人的に今どうだろうなーっていうところではあるんですよね。まあ、ちょっとね、今、下落方向に行ってはいるんですけど、これが慈合いの兼ね合いなのかどうかってとこもあるんですけど。えっと、まあ、ただね、ちょっとボリンジャーバンド、うん、結構急拡大上がっていってるので、これはもうどっちかに振りやすいんじゃないかなと。 で今までね、結構こうやって拡大していったら上方向だったんですけど、今ちょっと下方向なんでね、ちょっとここは怖いところではあるんですけど、ただね、決算がそんなに悪くないし、で、PR もね20倍ぐらいっていうところで見れば、あのー、個人的にはね、まあ、悪くない勝負なんじゃないかなとは思っているんですけれども、うん。 ま、どう、どうでしょうかね、というところではありますね。はい。で、まあ、これがフィールズでございます。で、あの、強いのがね、三強なんですよ。やっぱりね、割安感ありますよね、ここ。うん。結構三強はね、ずっと、個人的にはね、押してて、うん、このくらいちょっと割安感っていったところでもあるんですけど、やっぱり、未だに割安感あるかなと思います。はい。 で、今、いい、この時代の中でもいい感じにね、6200円下にしてきてるんで、三強に関してちょっと入りやすさはありますね。うん。で、十信用倍率もね、ここはね、そんなにしこりはないんですよ、毎回。期間の空売りもそんな入ってないし、うん。今、三強の方を、 見ても、うん、そうですね。特に何も入ってきておりませんという状況でございます。まあ、ここはね、比較的見てていいんじゃないかなと思います。あとは、はい、66、セガサミーでございます。サミーもね、なんかちょっと、あの、いまいちなパッとしないですよね。うん。まあ、ただ、今、日柄調整横横してるので、2900円のところ。ここはね、あの、 チャート的には確かに崩れてはきてるんです。週足も悪いし、月足もね、ちょっとかなり嫌な感じはしては、まあ、いるんですけれども。まあ、ただかなり高決算なんでね。しかも、PR16 倍、PBR1.83 倍でございますから。えっと。でなおかつ、 期間のところの空売りも8月、モルガンがちょっと入ってきてる感じなのか。で、あとはですね、まあうんまあ、PBR とか確かにちょっと割り、過去と比較しても、 割安感はないかもしんないんですけど、ただね、うん、この銘柄的には私はそんなに割高でもないかなと思ってます。で、ここからね、あの、さらに上振れ余地って十分あり得るんで,で、スマソに関しては、えっ、ー、と、物語シリーズ、えっ、ー、と、まあ、バイオ今終わってます。で、なおかつゲーム資料のところがね、まだ結構隠されてんじゃないかなと、ペルソナとかもありますしね、うん。 っていうところで、まあ、セガサミに関しては、今、日柄調整横横なので、ちょっとね、ここ、入る、ノーポジの方にとっては結構入りやすい位置なんじゃないかなと思います。はい、月曜日はね、月曜日からですね。はい。で、あとは、とね、クソ決算だった平和ですね。うん。まあ、ここは2200円が、なんか今、足場固めてる。 あの、試合の中でも崩れてないっていうところは、まあ、まあまあ評価できるところかなとは思いますよね。うん。で、耐尺倍率に関しては、あの、ちょっとね、改ざんが増えてきてはいるんですけれども、まあ38、40万株ぐらい。ちょっと多い感じかな。今までと比べると。まあでもね、PPR で1倍割れ、PR10 倍割れなんで、もしかするとね、 平和に関しては。うん、悪くはないかなとは。まあ、ここ、ただ、がって上がるわけでもないので、うん、うん、どうかなってあるんですけど、ただね、ここちょっと決算自体は良くなかったので、あんまりおすすめはできないかなと思います。まあ、こういうところ長期で、まあ、ぐんぐん上がっていくのは、そのね、日柄調整を迎えるまで持っててもいいかもしれないんですけど、ちょっと私は、 うん、今回の決算に出る平和はちょっとないかなとは思ってますが、割安さはあるんで、あ、ま、あとで、あのー、はいゴルフ関連の銘柄というところでは面白いかもしれませんし、まあ、一応で、ね、インバーの銘柄にもなるんですよね、ゴルフって。あのー、特に韓国とかは、えー、っと、意外に韓国のゴルフ料金って、 なんでかしないと高いみたいなんですよ。で、日本に近くって、で、ゴルフ料金の方が、韓国のなんでなのかわかんない。少ない、ゴルフ量少ないのかなって気もしてるんですけど、まあ、安いみたい。で、なおかつ円安っていうところがあるみたいで。はい。まあ、それがね、ほんまか嘘かではあると思うんですけれども。まあ、一旦ね、ちょそういったところもあるんで、うん。もしかすると恩恵もあるかなとは思ってます。 まあただやっぱ株価の位置としてはちょっと美味しいっちゃ美味しいよなーって気もするんですよね。平和に関しては。決算はあれですけど。うんまあ、ただちょっとチャートは嫌な感じはするんで。まあちょっと私は、うん、当面は触らないかなと思ってます。はい。で、ちょっと大分ね、もう、お、おばこんだんじゃねえかっていう感じかもしれないんですけど、ジョイコ。 ただ、下値はね、ここ結構硬いんじゃないかなとは思ってます。ジョイコに関してはですね。うん。で、ここのね、出来高っていうとこ結構多いんですよ。なんで、ここ下に行くにもそこそこのパワーが必要かなと思ってるんですけど、改ざんがね、ちょっとまた増えてきておりまして。 ちょっとそのあたりがどうかなってとこですね。うん。で、まああとね、ちょっとまあ逆に面白いのがこれかな。期間の空売りが撤退してきてるというところは、まあこっからあるのかなとは思ってるんですけど、まあ UBS とかね、義務なくしてまた入るとか、ゴールドがまた入ってくるとか。まあちょっとね、うん、まだまだわからないかなって気もしてるんですけど。 はい。今度はね、逆に、大黒ちゃんですね。大黒電気も、うん、ちょっとかなり、また改ざんがたまってきたんだな。だからちょっと、うん。 今まで上がってきたパワーってところが足りなくなってきてるのかもなんですけど、まあ、まあいい感じにね、上がってきてるんじゃないかなとは思ってます。意外にこの25日線に沿って上がってきてるんじゃないかなと思ってますので。はい。で、ここは特になんかあんま期間がいじってるようなところがなかったんですけれども、うん、そうですね。特に期間はないですし、どんどん減少傾向ではあるという感じです。 もしかするとね、あの、ユニットカンドル、こっからまた、もう、一段階ぐらい、おもろい相場来るのかなとも思いますね。で、あと、まーちゃん。うん、まー、あ、ちゃんもね、また2千0 0度、やっぱ多分二千六百ここかな。うん。一番やりやすいのは多分、まーちゃんだと思いますね。2 0二2000だし、うん。 えっと、多分ここの出来高が結構熱いんじゃないですかね。そうですね。やっぱこ,こ、ここの出来高が熱いんで、多分下、下に行くにも、ちょっとパワーが必要かなっていうところはあるんですけど、ただ海山がね、結構溜まってしこってる感じもあるんですけど、うん。まあどうかな急にばっかり上に行くっていうイメージはまあないんですけど、 まあできればね、一旦 2600g 下がってきて、そこから入りたい感じはあるんですけどね。まあそれか、ここから反発していくんであれば、うん、入ってても面白いかなと思います。まあなので、現時点でやっぱいい位置としては、セガサミー、マース、で、あとジョイコはいいかなと思いますね。ただ、ジョイコに関してはね、うん、ちょっともう一回見てみましょうか。ジョイコに関してやっぱり、 うん、この割安感で見るとやっぱマースなんで、マースの方が私は、うん、入りやすいかなと気がします。じゃあね、正富士正直ね、あの、とある、とあるのね、えー、っと、スマスド。PV 出てましたよね。た、う、ぶん多分あれ結構人気になるんじゃないかなと思います。で、今1400円下値に行ってるんで、ま、あこっからね、うん、上に行ってほしいなっていう。 希望的観測であるんですけど。じゃあ、マミアはどうかって言って、マミアもね、一時期強かったんですけど。まあでも、何気に、何気に、うん、まあ、合愛によってね、ダメになったんですけど、まあ、ここ25日線を下にきしてきてるんで、うん。まあ、マミアに関しても、まあ、悪くない 気はしますね。うん。そんなにしこりもないですし、というところでございます。はい。で、あとはね、うん。もうちょっと泉見てみようか。うわぁ、泉まあ、こんな文句400円まで。ここかまあただここでしょうね。泉に関しては。うん。まあただこっから上に行く。 イメージもあんまないんですけど、ちょっと今の決算だったらね、ちょっとここはあんまり入りたくはないとこですね。うん。で、まあ逆に、あとあだ、最後に、最後っていうか、メーカー系ではユニバーサルが多分、私は、うん、位置的には一番美味しいんじゃないかなとは思います。 ただね、こっから上ってのが結構出来高があるんですよ。ただここの上ちょっとなかなかクリアしづらいかもしれないですけど。うん。ただね、期間の空売り状況は,、うん、は変わりなく。うん。まあ、なのでね、うん、ここを超えてくるかっていうところあるんですけど、まあ、ここのカタリストとしてやっぱバジリスク、窓間着です。 まあ、あとはカジノなんですけど、まあ、そのあたりかな、と思いますし、うん。ま、あ多分ここ、まあ、ほぼほぼ上振れてくると思うんでね。この通期のガイダンスってところは。はい。まあ、そこがね、どうなるかってところなんですけれども。はい。で、最後にちょっと狙っていきたいところは、まず DNP はね、 ここ狙っていきたいんですけれども、狙っていきたいんですけどね、今ちょっとこの位置、3000円の下ぐらいのところが結構ね、出来高がある位置なんで、ちょっとね、ここ超えていくには意外にまたパワーが必要になってくる、とこになるかなとは、うん、思うんですよね。やっぱこんな感じで。うん。まあ、ただね、あの、 この位置なんで、ちょっとね、いい位置にいるかなと思います。3652の DMP。まあ、期間の空売りは、まあ、特には、まあ、ちょっとね、入ってきてるんですけど、まあ、結構、今、ご覧の通り、うん、減少傾向にある。で、またちょっとモルガンが、またなんか、入ってきだしているというところではあるんですけど。 うん、まあ、ここからね、また会社に向かうんじゃないかなとは思うんですけどね。どうでしょうかうん。まあ、個人的には、あの、 ここの黒点ってところがね、続いているのは結構いい兆しなんじゃないかなというところは評価できるかなと思ってるんで、結構ね、うん。私は DMP 結構、上目線では、ちょっとチャート的に、テクニカル的にはね、ちょっとどうかなっていうのはあるかなと思う,思うんですよね。ここちょっとデッドクロス組んできてるし、あるんですけど、 まあ個人的にありかなっていう気はしています。で、まあこれね、この後にも言うんですけど、これちょうどね、タイミング的に、あれ今日あったな、うん。まあ自動運転のね、こういったところの、えっ、ー、と、記事もね、カブタンさんに出てきてましたので、うん。まあこういった銘柄がちょっと買われてきても、 いいタイミングなんじゃなかろうかなとは思って、はい、ます。まあなんでそういった時に DMP とかもね、うん、まあなんかのタイミングで、あの、入ってきてもおかしくないかなと思います。で、まあスのカー最後に、まあ私がね、ずっと言ってたアクセルちゃんなんですけれども、 それこそね、アクセルこそ、あの、自動運,運転。あそこのね、銘柄なんですよね、これは。で、まあ、業績も、うん。う今期ね、かなりいい業績、ここで叩き出してきてる。で、なおかつ受注算は20億くらい減ってるんですけど、未だに220億くらいあって、まあ、時価総額分はあるんですよね。まあ、それが多分、今期だけじゃなく、 来期の分も入ってはいるんですけど。まあ、十分ね、受注はできてきてると。逆に言えば受注残をこなしてきてるって思った方がいいかなと思うんですよね。20億減ってるってことは。ああようやく多分、半導体とか手に入ったり、まあ、わかんないですけど。まあ、うまく履けてきてるかなと。で、チャート的にも、結構ね、私アクセル結構見てたんですよ。というのはあの、ティア4の えっと、CEO の方のツイッターとか見てもね、結構熱いこと書いてるし、t ォ4ってやっぱりアクセルとは結構協業してるんで、その後にね、結構要チェックやって感じなんですけど。うん。これね、やっぱアクセルの癖なんですよね。結構、決算出た後はね、要注意って言った通りやっぱ下がってきた。まあ、これ GI の関係もあると思います。 ここの動きがね、結構、うん、悪くはない。結構陽線で続いてるんで、これ結構強いなと思ってね、私はね、アクセルに関しては売らずに、あのー、まあ、難品を繰り返しで、今、プラマイゼロぐらいのとこです。はい。まあ、下がっても200日のところは、結構ボトム、ここがネックラインになって指示して反発してくるんじゃないかなと思ってますし。で、なおかつ、 ピあの、PR、p ピーバルこのね、グロスの勘で割安だと思うし、利回りも3.01だし、で、業績もいいし、黒点してるし、で、ここに乗用金もね、9十何億あるし、と。いうところでね、うん、自己資本も110億ぐらいあると。いうところでね、ここはね、私は、 で、なんかスマスロ以外のところ、のカタリスト持ってるところ大きいと思ってます。はい。というわけで、という前にですね、あと2個ね、見とかなくちゃいけないのありますよね、j a l c o やっぱね、j a l c o も、うん。結構今、直近結構いい動き出してきてるんですよね。うん。ここ75日と25日、ここ組んでくる。ようやくね、ようやくですよ、j a l c o うん。 ようやくです。ここね、反転してきた時から、うん、いい動きしてきてるんで。まあ、こっから期待ね、できるかなとも思ってますし。うん。まあ、流れ変わってきたらいいなと思います。で、最後に。やっぱね、現代ジェシーですね。うん。やっぱり現代ジェシー。これですよね。自社。株買い。 3.9%分を焼却。これでも確か、あれですよね。えー、っと。うん。やっぱそうですね。買った分だけ、買った分だけ、やっぱり、焼却しますと。 やっぱそういったところなんですよね。やっぱこういった会社。うん。まあ。決算はね、確かに悪かったす。悪かったんですけど、ちゃんとね、あの、株主還元も積極的なところ。この時価総額っ積極的なところってやっぱいいと思うんすよね。うん。で、まあ上益もね、30何億あるし、時価総額49億円なのに対して。 で、UDC 負債倍率もね、0. 何倍、何倍というところでね、まあ文句ないんじゃないかなと思っております。で、利回りも4.6ぐらいあるし、うん。で、まあここで、ね、ここもいいのは、やっぱ決算の数字上悪いんですけど、利益率の高いところでね、売上が、そっちの比率が高くなってきてるってところは、やっぱ多分評価ポイントかなと思ってますんで。まあこれもスマスドからの脱却ですね、うん。 まあ、スマストじゃないか、すの、えっ、ー、と、有機器関連の売り上げが脱却できる企業は多分チャンスあるかなとは。はい。これはまあ多分次のカタリストなんじゃないかなと思ってね。はい。注目していっても面白いんじゃないかなとは思っております。はい。というわけでね、来週ね、爆上げしていってほしいなって気は思ってるんですけど、そうなればいいなと思います。でね、また、あのー、この後もね、えっ、ー、と、グロス関連でね、 利益率高くって結構おしめ買いができそうなところの銘柄のね、紹介動画も撮っていきたいと思うんで、そっちもね、見ていただければと思います。よろしくぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。以上です。